こんにちは、ビビットランキングです。深海生物ファンの皆さん、大変長らくお待たせしました。今回もスーパーマニアックな内容になってしまいましたので、引かずに高評価ボタンを押してくださいね。皆さんはエビやカニはどんなところに住んでいるかご存知ですか？普段スーパーなどでもよく見かけるので、あまり意識したことがないかもしれませんが、彼らは意外にも深い海に住んでいるのです。そして生息する場所が深くなるほど、その過酷な環境に適応した奇妙なエビやカニが多くなってくるのです。ということで、今回は深海に住むユニークなエビカニたちをご紹介していきたいと思います。それではビビッと行ってみましょう。1. タカアシガニ。トップバッターは水族館の人気者、タカアシガニです。その名の通り、非常に長い足を持っており、太平洋で最大の節足動物として知られています。成長したオスのカニは両足を広げた大きさが3メートル以上にもなります。タカアシガニの分布は岩手県から九州にかけての太平洋岸に限られるため、英名ではジャパニーズスパイダークラブと呼ばれています。なるほど、だから日本の水族館でよく見ることができるんですね。彼らの歴史は意外にも長く、恐竜が絶滅した後の第3期に出現し、現在までその姿を変えずに生息したと言われています。そのためタカアシガニは生きた化石として有名です。彼らは普段200から300メートル以上の深海に生息していますが、3から4月頃になると50メートルより浅いところで刺し網や定置網で漁獲されることがあります。これは産卵のために浅いところに来ていると言われています。お化けのように巨大なカニにもかかわらず、意外にも日本国内では食用で流通することがあるそうですが、漁獲量は減少傾向にあり、2017年には国内の漁獲量が約100トンにまで減少しました。そのため現在タカアシガニの漁獲は規制されています。日本が誇る代表的な深海生物ですから、絶滅してほしくないですね。 2. ミノエビ。次にご紹介するのは、ちょっと特徴的な特技を持つこのエビです。タラバエビ科に属するミノエビは体長10センチほどになる深海エビです。インド洋、太平洋に分布し、日本では千葉県以南から九州に分布しています。ミノエビが生息する水深は250から700メートルになります。頭が大きく短い胴が特徴的です。胴の部分の殻がミノをかぶったように見えるため、ミノエビという和名が付けられました。実はこのミノエビにはちょっと面白い特技があります。彼らは興奮状態になると青白く光る発光液を噴射します。敵がこの青白い光に気を取られている隙に逃げることができるのです。ご覧ください、こんなところにミノエビの仲間がいます。何やら宝来エソらしき深海魚と睨み合っているようです。急にバトルが始まりました。宝来エソが押されているようです。宝来エソはミノエビの餌食となってしまいました。エビと聞くとなんとなくおとなしそうなイメージがありますが、深海でこんなバトルが日々繰り広げられているとは驚きです。 3. ユノハナガニ。今度は広い深海の中で最も暑い場所に行ってみましょう。海底に何かが群がっているようです。もっと近づいてみましょう。ものすごい数の白いカニです。こちらはユノハナガニといい、水深400から1600メートルの熱水噴出域で発見されている高幅6センチメートルほどの小さなカニです。火山活動が活発な海域では、地熱で熱せられた水が噴出する大地の亀裂である熱水噴出孔と呼ばれるものがたびたび発見されます。噴き出す熱水は数百度にも達することがあり、熱水中には溶解した豊富な化学物質があるため、
これらをエネルギー源とするバクテリアや深海生物がたくさん集まり、熱水噴出口の周辺には複雑な生態系が成立しているのです。この湯の花ガニも熱水噴出域に集まる生物の一つで、通常は水温が10から20度 C の場所にいますが、100度 C 以上にもなる熱水噴出口にぎっしり群がる姿も確認されています。彼らの目は退化しており、触覚等の感覚器で熱水の位置を探っていますが、それにしても100度 C 以上のところにいて大丈夫なのでしょうか？なんと面白いことに、噴出口に近づきすぎて火傷してしまった個体や、殻に穴が開いてしまった個体まで発見されているのです。全然大丈夫じゃないですね。彼らはバクテリアマットと呼ばれる熱水により海底に育つ細菌の群衆を食べて生活しています。4、海溝大底エビ。水深1万メートル、マリアナ海溝の南西端にあるチャレンジャー海塩に生息するエビがいます。それがこの海溝大底エビです。水深6000メートル以深の超深海底には太陽光は届きません。真っ暗な超深海底では光を感じる必要がないため、彼らの目は退化しています。多くの深海生物たちはプランクトンの死骸などが結合したマリンスノーと呼ばれるものを食べています。しかし水深6000メートル以深の超深海底に到達する頃にはマリンスノーはほとんど残っていません。では海溝大底エビは一体何を食べているかというと、なんと海底に落ちてきた流木や枯葉を食べて生活しているのです。彼らは流木や枯葉のセルロースをエネルギー源であるグルコースに変換する特殊な酵素を持っているのです。他にこのような能力を持っている生物はまだ発見されていません。ちなみに水深5000メートルを超える超深海では硬い殻を持つエビカニはほとんど見かけません。なぜなら超深海では高い水圧により炭酸カルシウムの結晶が溶けてしまうからです。そのためエビカニは超深海では生きていけません。しかし彼らは海底堆積物の中からアルミニウムを抽出し、外骨格表面をアルミニウムで覆うことで殻の炭酸カルシウムが溶けてしまうのを防いでいるのです。この外骨格表面を覆うものは正確にはアルミゲルと呼ばれ、水酸化アルミニウムでできています。彼らは様々な特殊能力を持ち、超過酷な環境に適応しているのです。5、イガグリガニ。次にご紹介するのがタラバガニかエゾイバラガニ族に属する奇妙な見た目のカニ、イガグリガニです。イガグリみたいに全身トゲだらけですね。イガグリガニは水深180メートルから400メートルの深海に住んでいます。名前にカニとついていますが、正確にはタラバガニと同じくヤドカリの仲間です。足を数えると全部で8本ですが、実は甲羅の中にもう一対、非常に小さな足が隠れています。これはタラバガニ科のカニに共通している特徴で、カニのエラなどを掃除するのに役立っています。洋梨型の甲羅の幅と長さは13から15センチほどのサイズがあります。日本での生息域は東京湾、相模湾、遠州灘、南紀、薩南海域、天草灘沿岸とされています。以前は日本の固有種とされていましたが、最近ニュージーランド近海でも発見されました。また、イガグリガニの恋愛スタイルはちょっと変わっています。オスは、好きなメスが他のオスに連れて行かれないよう、メスをハサミでがっちり掴んで離さないのです。その様子は喧嘩しているように見えますが、全くの逆で、イガグリガニのスーパーイチャイチャタイムなのです。6. ミツトゲチヒロエビ。真っ暗な深海を優雅に泳ぐこの大きなエビはミツトゲチヒロエビです。チヒロエビ科に属するエビは体長15センチメートルほどのものが多いのですが、このミツトゲチヒロエビは
最大22センチほどになり、比較的大型の部類になります。ちなみに千尋エビは漢字でこのように書きます。ヒロとは大人が両手を広げた長さのことです。この千尋も深い場所という意味合いで深海のことを指します。贅沢な名前なので、今からこのエビの名前は千です。千尋エビ科のエビは世界中の水深200から400メートルのところで発見されますが、この映像のミツトゲチヒロエビはメキシコ湾の水深1055メートルのところで発見されました。濃い鉱石色が美しく、ダイビングフィンのような大きな遊泳脚が特徴的です。泳ぐ姿がダンスをしているように見えるため、英語では通称ダンシングシュリンプと呼ばれています。ちなみに国内ではツノナガチヒロエビ、ヒカリチヒロエビなどが食用となっていますが、見かけに比べて褐色部分が少なく脂肪が多いという難点もあるようです。7. ズワイガニ。次にご紹介するのは誰もが知っているあのズワイガニです。ズワイガニと深海というとあまりイメージとして結びつかない方も多いかと思いますが、水深200から600メートルの海と水温0から3度 C の水域を好む立派な深海生物なんです。ちなみにズワイガニはあのタカアシガニと同じクモガニ科に属しています。今回なぜズワイガニを取り上げたかというと、彼らには驚くべき習性があったのです。以前からメタンが湧き出す海底にズワイガニが多いことはよく知られていました。そのためズワイガニはメタンをエネルギー源にして生きる微生物などを目当てに集まっていると考えられていました。しかしその予測は少し違っていて、なんと彼らはメタンそのものを食べエネルギーに変えていたのです。こちらのベニズワイガニは海底から湧き出るメタンの泡を触っています。こうすると水分子とメタンガスが結合したメタンハイドレートと呼ばれるものがカニのハサミにシャーベットのように凍って付着します。ベニズワイガニはこのフローズンメタンをもぐもぐ食べています。しかし食べ過ぎには注意が必要です。メタンハイドレートは海水よりも軽いので、あまり夢中になって食べ過ぎるとこうなります。メタンは季節的な影響が少なく、数百年は枯渇しないと考えられているため、彼らにとって重要なエネルギー源であると言えるでしょう。8. ゴエモンコシオリエビ。最後にご紹介するのは、モフモフした体を持つゴエモンコシオリエビです。大原川に折り曲げているのがコシオリエビの由来です。見た目はカニ、名前はエビ、分類上はヤドカリと情報が多い深海生物です。このエビは九州西方から台湾北部の水深700から1600メートルの深海にある熱水噴出口周辺に生息しています。体長5センチメートルほどで、目は退化しており、体表に多数の毛が生えているのが特徴です。この毛には無数の細菌が住んでいます。これまでこの毛についた細菌とゴエモンコシオリエビの関係は謎に包まれていました。しかし近年の研究でゴエモンコシオリエビは毛に付着している硫黄酸化細菌とメタン酸化細菌の2種を食べていることが明らかになりました。ゴエモンコシオリエビを解剖して腸を顕微鏡で観察したところ、数本の毛が腸に入っていることが確認でき、脱脚で毛をこそいで口に運ぶ彼らの行動は接触行動であることが分かりました。そして腸をすりつぶした液にゴエモンコシオリエビの毛をつけてみたところ、毛についていた細菌が消化液によって消化されていることが分かったのです。硫黄酸化細菌とは硫化水素を使って栄養分を作る細菌、メタン酸化細菌とはメタンを使って栄養分を作る細菌です。外部共生菌が付着した毛をこそいで切除し、それらを栄養源としているというのは大変興味深い研究結果になります。いかがでしたか？
深海にはこんなにもユニークなエビやカニがいたんですね。まだまだ発見されていない種がいるかもと思うとワクワクしてきますね。マニアックすぎて引かずに高評価ボタンを押してくれましたか？また動画が面白いと思っていただけたらコメントいただけると励みになります。この動画を最後まで見てしまったあなたはもうビビットランキングのクルーです。今後もビビッとくる情報をランキング形式でお届けしますので、クルーはチャンネル登録を忘れずに。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。